まではずっと毎日制服着てたんだけど、その大学に入って毎日私服を着なきゃいけなくて、周りがみんなその私服だから、なんかちょっと自分にしか出せない味出したいなっていう時にたどり着いたのがヴィンテージで、ヴィンテージを着始めてからそれどこで買ったのみたいな、よく聞かれるようになりましたね。大学入ってなんかアクティブになったなって思いますね。地元が千葉県なんですけど、やっぱ島内に行く回数が増えたりとか、仕事だけじゃなくても遊びとかでも増えたなと思います。すごい行動範囲が広がったし、いろんな人に会いに行くようになったし、まあ、高校生とは違う時間の使い方をしてるなとは自分では思います。そうですね、大学に入ってからはだから家事とかをやり始めたりとかかな。家事で一番好きなのは何だろう、でも私結構家事嫌いじゃなくて、お皿洗いとか、あとなんか最近髪の毛吸う掃除機を買ったんですけど、なんか楽しいです。